こんにちは、速稼塾の久保です。前回のクエスチョンの回答ですけども、1000人ですね。1ヶ月で1000人を突破しました。とはいってもね、私の直紹介っていうのは100人もいないです。でやっぱすごいなと思うのが、この代理店システムってやつですよね。自分が商品を紹介する、サービスを紹介する、それを買った人が今度ね、別の方に紹介することができるというのは、このリツイート機能ですよね。これがあるのがすごいと思いますし、あとね、基本的に全ての商品ってこれなんですよ、きっと。やっぱり自分で商品とか会社とかを選ぶことっていうのもあると思いますけども、誰かが言ったからそれを選ぶとかね、誰かが使っていたから、買っていたから、食べていたから自分もみたいなことが多いわけですよ。例えばね、こうプラーッと歩いていて、カレーの匂いがプーンとするとするじゃないですか。そしたら食べたいなって気になるでしょ。焼きそばの匂いがプーンとしますよね。なんか知らないけど焼きそば食べたくなりますよね。焼きそば UFO とかね。でああいう感じで、自分が自発的に行動のモチベーションを起こせない人ってのは結構多いと思うんですけども、だったら他からねモチベーションいただければいいと思うんですよ。でそれがすごくね生きてくるのがこの代理店ビジネスですよね。だから自分が使ってるんだけども君もどうって言ったら、やっぱりね釣られる人っているんですよ。あとね、みんな順番にやってるよとか、みんなやり始めてるよってやると、あ、そうなんかなと思って押される部分があったりとかね。でこういうのを利用すると、日本っていうのは、日本人っていうのは決まりやすいというのがあります。例えばね、 MacBook 吉田さん好きで使われてますけども、多分誰かが MacBook 使ってるのを見て、それでねかっこいいなと思って興味を持ったと思うんですよ。私はねもちろんもうそういうのなしに、もういきなり MacBook ってものをダイレクトに見てこれ欲しいと思ったかもしれませんけども、大体ね、芸能人が使ってる、有名人が使ってる、誰かが使ってる、身近な人が使ってるっていうもので影響を受けることが多いと思うんですよ。要するにこれはね、消極的に紹介を受けてるってことなんですよ。なんか伊勢丹とか百貨店とかって紙袋が立派ですよね。すごく破れにくくって、であれを持って歩いてると、まあ、割と絵になるわけですよ。でそういうのでやっぱこう自分もその紙袋をね、あ、なんか伊勢丹の人行ったんだと、俺も行こうみたいな感じになったりとかするのがちょっと前にあったと思いますし、マクドナルドの袋でね、なんかランチ食べてる人がいたら、あとスターバックスもそうですよ。あのコーヒーの柄でチュチュチュと飲んでるの見たら、あ、なんかスタイリッシュだな、俺もやろうみたいな感じで、なんですかね、駅前のスタバでどうやるみたいなね、マック広げてみたいなことあるわけなんです。要するに人ってね、影響を受けやすいんですよ。じゃあこれでね、影響を受けやすいから用心しないといけないことが多いと思いますけども、影響を受けやすい自分のそのモチベーションを利用するっていう方法ありますよね。自分は影響を受けやすいから、だからものすごくね、売り上げ上げてる人とコミュニケーションを取っていこうみたいな感じとか、もう毎日毎日ね、 YouTube バンバンバン上げてる人とダイレクトにコミュニケーションを取ってれば、自分もそういう風になっていくとか感化されるみたいなね。で今回の動画のまとめですけども、人っていうのはなんか自分の人生変えようと思ったら、周りの人を変えろとかね、人脈を変えろとか言いますよね。一つはで、あと仕事を変えろとか住む人を変えろって言いますよね。私は基本的にそういうふうなね、人脈とか場所とか仕事のせいにする人はうまくいかないっていう気持ちもあるんですけども、でもね、周りの人とか環境とか仕事に影響されるんだったら、一層変えるのもいいと思うんですよ。結果的に自分が望むような人生を歩み始めれるんだったら、もうね、恥ずかしいとかプライドとかあんまり関係ないんですよね。でプライドの話ちょっと前にしましたけども、ビジネスマンとして何がね、プライドを守れていないかっていうと、売り上げが立っていないってことなんですよ。でビジネスをするのが恥ずかしいみたいなことを言うのが、まあ、まさにね、もうプライド知らずなんですよね。でビジネスマンとしてのプライドが少しでもあるんだったら、小指の先ほどでもあるんだったら、もうね、自分がビジネスをしてるってことを堂々と言う、自分がセールスしたい商品はこれで価格はいくらですよっていう、で必ず今日売り上げをゼロで終わらせないぞって根性を出すみたいなものがね、すごく必要だと思います。ビジネスでうまくいってない人、それからね、現状を抜け出せない方、全てはね、自分の根っこにあるってことをやっぱりね、振り返ってみないといけないと思いますし、振り返って確かになと思うんだったら、もう同じようなね、自分で居続ける必要はないと思うんですよ。まあ、それがこのね、億万長者合宿で伝えたいメッセージだったかなと思いますけどもね。ではいってらっしゃい。